競馬予想、札幌記念、2024、55,000円勝負、推奨馬5頭を発表します。今から予想始まるよ。今から予想始まるよ。どんぐりです。札幌記念2024の推奨馬を発表します。札幌記念2024の推奨馬は、202万、ジョークリック、5枠5万、チャックネート、5枠6万、5枠6万、トップナイフ、8枠11万、プログノーシス、8枠12万、ノースブリッジです。では次はジオグリフの解説です。次はジオグリフの解説です。あ、ロングです。2枠2番、ジオグリフの解説に移っていきます。本命評価です。ダートから芝に戻って、まあ高層鈴木なんで期待してます。サスク賞でも、サスク賞の勝ち馬です。まあまあ、結構札幌が、ちょっと直線が短いんで、ちょっと懸念材料はそれぐらいですね。もう長距離も良かったんで期待します。本命候補です。ジオグリフは本命候補です。次の動画は、チャックネイトの解説です。あ、ノブです。札幌記念2024のチャックネートの解説に移ってきます。枠5番、チャックネート。これ、大穴です。大穴。結構、函館記念は、の3着馬、札幌記念登録年、札幌記念登録してるんですけど、なんとかバール。アウスバール。横はハンデが 4.5 キロ背負ってました。それだったら逆転候補があったりするんで、ハンデを背負ってました。函館記念の3着馬からハンデを背負ってたんで、札幌記念では逆転できると見てます。展開向いたら3着は期待大です。こんな感じですね。佐々木大輔騎手も期待してます。次の動画はトップナイフの解説です。あ、ロングです。5枠6番、トップナイフの解説に移っていきます。穴評価です。結構函館記念2024、三着馬のアウスバールのよか、ハンデ 3.5 キロ揃ってたんで、ハンデ 3.5 キロ揃ってたんで、札幌記念では逆転できると見てます。結構人気がないですね。今回田辺騎手が乗ってくるんで、逆転も、展開見たら3着は可能性は大と見てます。穴馬です。次の動画は、8枠11番、プログノーシスの解説です。あ、どうもです。8枠11番、プログノーシスの解説に移っていきます。この馬、対抗評価です。対抗評価。まあまあ、この馬、札幌記念去年勝ってるんで、今年勝てば連覇です。連覇したら26年ぶりですね。連覇したら26年ぶりなんで期待します。今回は結構、連覇は結構難しいと見てますね。連覇ってのはあまり例は見ないんで、まあ、三着内で見てみると可能性は一番高いですね。メンバーの中で。三着内だったら硬いと思ってます。もう、競馬には絶対はないと思ってるんですけど、三着
の可能性が一番高いんで、3連複買う人はこの馬を軸にしたらいいと僕は思ってます。次は最後の8着12番ノースブリッジの解説です。次の動画を見てください。あ、どうもです。8着12番ノースブリッジの解説に移っていきます。この馬、ハボタン賞2020ハボタン賞2020の勝ち馬です。圧勝して勝ってます。この馬、このレースハボタン賞は中山の 2000m です。で、なんで札幌記念も合うと僕は見てます。レースを JRA のページでレース見たんですけど、僕は結構硬いと見てますね。結構8番人気想定なんで、単穴評価です。単穴評価に上げてます。次は札幌記念の開幕発表です。札幌記念2024の開幕発表です。次の動画を見てください。あ、ロングです。札幌記念2024の開幕は5万5000円勝負します。開幕の方は、ジオグリフ約2万ジオグリフ、5枠5万チェックネイト、5枠6万、トップナイフ、8着11番プログノーシス、8着12番のノースブリッジのこの5頭で馬券を構成していきます。今回は馬連とワイドで馬連とワイド縛りで勝負していきます。まあ馬券買ったら Facebook 等に載っけていきます。 Facebook はのページは概要欄を載っけてます。よかったら見てください。わからなかったらまたコメントをいただいたらありがい。馬券Facebook のページわからなかったらまたコメントとかで聞いてください。また今回は結構自信あるんで、今回は僕の中で自信あるんで、よかったら参考にしてください。自信あるんですけど、絶対当たるとは言ってないです。馬券購入は自己責任でしてください。ではさよなら。ではさよなら。バイチャーウェイ。皆さん、競馬楽しもう。